欧州物理学会は、物理学の支援活動のような方法を通して、欧州の物理学と物理学者を促進することを目的とする非営利団体。1968年に正式に設立され、42の国の物理学会及び、約3200人の個人会員が加盟している。ドイツ物理学会は、世界最大の物理学者の組織であり、主要会員である。 主な活動の一つは国際会議の開催である。2011年のインターナショナルコンファレンスオブフィジックススチューデンツのようにユーロフィジックスコンファレンス以外の会議を講演している。その科学的活動は分野的な会議、セミナー、ワークショップを主催する部門やグループにより組織化されている。部門とグループは会員から選出された理事会により運営されている。 現在の部門は以下の通り。グループは以下の通りエジソン・ボルタ賞、EPS 欧州物理学賞、EPS 統計、非線形物理学賞、高エネルギー、素粒子物理学賞など多くの賞を授与している。また、物理学の進歩に対して歴史的に重要な場所を認定しており、2014年にブラケットラボラトリー、 2015年にはレジデンシアでアストゥディアンテスを認定している。手紙形式のジャーナルにイプルがあり、他の出版物にはユーロフィジックスニュースやヨーロピアンジャーナルオブフィジックスがある。ルースする。ありがとうございます。